引き続きフォービスケッツの奥村調教師の話を伺います。よろしいでしょうか。はい、皐月賞へ向けて今朝追い切りを行いました。まずその今朝の調教内容から聞かせてください。はい、先週今週と単走なんですけど、はい、先週結構思ったより早い時計になってたので、はい、今週は早くなりすぎないようにと、うん、本当調整程度の調整調教とさせてもらいました。その先週の早い時計、横山和生騎手が騎乗して、随分と本当に早かったようですけれども、まあ、馬場が軽いというのもありまして、あと先週も今週も直線がかなり強い追い風なので、時計はあんまり皆さんが思っているより2つ3つ、違うかなと思うんで、そんなにこう追い込むほどの厳しい時計だったかなとは思ってないです。今朝は先週は私存じ上げておりませんが、今週は本当にうなるような風でしたけれども、だいぶ気を使われましたですか。そうですね、斜め直線が斜め後ろから押されるような感じの追い風なので、はい、バランスを崩さないようにっていうのは乗り手の方はかなり気をつけるように話はしてました。そこも無事クリアしたということ。はい、そうですね、めっきりはっきりやろうと思うとなかなか難しいですけど、セーブ気味の調教だとちょうどそれが難しくなくできると思いますので、はい、よかったと思います。ここまで3戦、前回の競馬、重賞でしたけれども、2着でしたが、改めて前回の競馬を振り返っていかがでしょう。前々走一勝クラスを勝ったとき、その後がちょっとこう気持ちの面でも肉体的にも疲労が見えて、はい、そこからトライアルに向けて中3周というローテーションで、ちょっとどうかなと思うところも中間あった状況で、なんとかギリギリ使えるような状況でレースに向かって、いい結果というかね、勝てはしませんでしたけど、権利を取ってきてくれて賞金も加算できて、想像以上のレースをしてくれたなというふうには思ってます。それまでの2戦とまた内容、後位からの競馬でしたけれども、そうですね、デビュー戦と2戦目はもう異常にスタートが早くて、それもあんまりいつも言ってることですけど、いい形で出てくゲートの速さではなくて、ちょっとこうゲートの中が嫌だなっていう感じでこう飛び出す感じで出ていってたので、前回は落ち着いてレースに臨めたと思います。ゲート裏ではちょっとテンション高かったんですけど、レースのゲートの出ていき方は安心して見ていられる出ていき方だったので、随分その辺はデビュー2戦よりは遅く皆さんからしたら見えるかもしれないですけど、中立の状況とか出てくる発進の状況というのはよく改善されてるなと思っています。それでジョッキーとも控える競馬ができればっていう話もずっとしてまして、いい形になれて、道中ちょっと外からかぶされるような3番手っていうあんまりこう気持ちよくない部分もあったんですけど、それでも馬は全然こうエキサイトしたりすることなく、しっかり冷静に走れていたので、すごく収穫のあるレースだったなと思ってます。はい、6月生まれの馬で、この馬に対する現時点での評価というのはいかがでしょうか。馬体見てもらえれば一目瞭然なんですけど、はい、まだ幼さが残ってるというか幼児体型というか、完成されたサラブレッドっていうのはちょっと程遠いなっていう格好してるんで、その辺の部分はまだこれからなんだろうと思ってるんで、逆に言えばこれから伸びしろが大きいんだろうなと思っています。前回の競馬で、やはり手応えを、この馬のポテンシャルの高さを感じたんではないかと思うんですが、そうですね、もう前走に限らず新馬戦からこっちの想像のいつも上を行ってくれてるので、今回もね、まだまだっていう状況、その馬体の成長という部分では、馬体や精神の成長という部分ではまだまだっていう状況でクラシックに臨むことになるんですけども、それでも、期待をせずにはいられないというかね、また想像の上行ってくれたら嬉しいなと思って臨みます。はい、出走するからにはやはり当然期待が大きくなると思いますが、そうですね、何度も言いますけど想像の上を言っているので、いつも、今回もまだまだだなっていう部分がありつつも、やはりこう内心どこかで期待してしまう部分はあって、それが馬に負担になって故障しなきゃいいなっていうのは思ってるんですけど、今のところこう無理せずにここまで来られているので、いい状態で臨めるので、出る以上チャンスがあると思って見守ります。
まあ、一番のセールスポイント、まあ、ストロングポイントというんでしょうか、どういうふうにお考えでしょうか。まあ、切れる足はないんですけど、はい、持続力のある長くいい足を使えるっていうんですかね、はい、そういったところだと思います。まあ、メンバーは随分と強力になりますけれども、まあ、クラシックですから、はい、みんな勝ちたいと思って来てると思いますので、うん、そんなに甘くないと思ってます。枠順その他何か希望は特に、まあ、特にないですね。言うとその逆になっちゃうんで、うん、分かりました。はい、ではレースに向けて、メッセージをお願いします。そうですね、はい、まだこれからの馬だと思いますし、はい、本当に遅生まれで、精神的にも肉体的にも、他の出走馬たちに比べるとまだまだこれからっていうところの馬だと思うんですけれども、その分楽しみも大きな馬だと思ってます。今回だけでなくね、これから先クラシック戦線をね、こうなんとかにぎわせていけるような馬になってくれればなと思ってますので、皆様応援よろしくお願いいたします。前後しますが、まあ、口にすると逆になってしまうということは、それなりの希望はやはりあるのはあるわけですね。そうですね、はい、分かりました。でそれは後ほどの記者が、はい、聞くと思いますので、オフレコで、はいはい、何かございますでしょうか。特に、はい、はい、前回も結構渋ったままだったんですけれども、まあ、今回またちょっと天候悪そうなんですけれども、で前走ちょっと近く内を回らされた感もあったんですが、その辺も含めて馬場の適性についてどういうお考えでしょうか。ちょっとまだ何とも掴みきれてないところはやっぱりありまして、全然その競馬が、まあ、ちょっと破格っていうか、時計的にはかなり時計いい時計で走ってきてるので、両馬も向きなのかなと思う部分もあるんですけども、普段の走りを見てるとちょっとダート馬かなって思うようなところもあるので、まあその辺で前回は上手にこなしてくれたのかなとも思うんですけど、どちらがいいかと言われたら綺麗な両馬の方がいいんじゃないかとは思ってます。